Cerolini. ケーリングランプリ2022、力強い走りを見せてくれました脇本雄太選手。それでは参りましょう。脇本選手によるシャンパンファイトです。そうですね、一番はやっぱり松浦君の動きを、しっかり冷静に、見ることができたのと、自分が行きたいところでしっかり動くことができたのが一番勝利に近づいたポイントかなというふうに思ってます。2周を切って1周半、あの辺りの心境はどうだったんでしょう。そうですね、ちょっと緊張して、自分もちょっと手震えたんですけども、しっかり古城君と信じて、仕掛けることができれば、ワンツーすることもできるなというふうに思ってたので、その辺でね、はい、一周でね、仕掛けていったとき会場がどよめきました。聞こえてましたか？いや、もうそれどころじゃなくてですね、郡司君が横に降ってきたらどうしようとか、いろいろ不安なことがちょっと多かったんですけども、なんとか乗り越えることができてよかったですね。はい、去年グランプリに出なかった分もしっかり今日、今年グランプリを出て優勝するという目標があったので、それを今日ここで達成できたのが本当に嬉しくて、ファンの皆さんにも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。来年1年間チャンピオンジャージを着て1年間責任のあるところだと思うんですけども、しっかり責任を果たせるように一生懸命1年間頑張りますので、また1年よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます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 。それでは脇本選手、プレスの皆様、まずは左側に目線をお願いいたします。ありがとうございます。ではお二人もよろしければこちらの左側のプレスの皆様への目線をまずはお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、こちら側から、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、素敵な笑顔で応えていただいております。賞金ボードを持っていただきまして、そして掲げていただいて、はい、撮影を行っております。よろしいですね。では中央の皆様に、はい、ということでお二人で、はい、この舞台で古城さんとワンツーもさすがだなと。そうですね、やっぱり古城君との、今までの連携実績も考えて、最高の形を取ることができたんじゃないかなというふうに思ってます。古城さんが今までで一番強かったっておっしゃってました。そんなことはないかなと思いますけど、はい、でもこれを見て村上さんきっと喜んでるのかなと。そうですね、多分一番村上さんと、今回インタビューはしてくれた西田さんが、一番喜んでるんじゃないかなと思います。来年も近畿の年にぜひ、そうですね、責任のある位置ですけども、来年1年間しっかり頑張りたいなというふうに思ってます。最後、来年一番車待とうことについてちょっと意気込みをお願いします。そうですね、今年は古城君で来年自分なんですけども、近畿 の流れがしっかりできているなというふうに思うので、この流れを絶やさずに来年1年間一生懸命頑張りたいと思います。おめでとうございます。よろしくお願いします。